きたんす。そうです。今回俺のね、実力をみんなに見せたい。少し前からやってるんだけどね、これ難しいんですよ。まあ普通の人は前鉢でやるんですけど、ハウス鉢でねやると結構辛いんで、まあね、自分をいじめたい人はね、あれこのねハウス鉢でやるのがねとてもおすすめ。まあやんないんですけどね。こちらの森の熊さん、連打を測るのに一番最適な曲で、まあ1秒の連打が10個あるんで、まあね、連打を測るのには一番いい曲ですね。これもね、あんまハウスバッチでやる人がいないんですよ。前バッチでこうバーバーバーってやる人が多いんですけど、まあやんないんですけどね、これ。で、今回これ前ね、俺が初見でハウスパッチでドコドコドコドーンってやって、初見でね、なんとかフルコンできた曲。俺もね、あんまね、ハウスパッチでやる人がいないんですよ。ハウスでやると、まあ、後半とかもラッシュが来て超疲れるから、まあやんないんですけどね。こちらハードコア、自分で今名シーンちょっと狙ってるんで、でもこれは前橋でねやる人多い。でもハウス橋ねでやる人、まあ、さっきも言いましたが全然いない。だからね、ハウスでやっとけば腕の筋トレにもなるし、あの名シーン受かりやすいみたいな。だからこれがねとてもおすすめとなっております。やんないんですけどね。